徳陽市は、中華人民共和国四川省に位置する、地球市。市域内の交換市からは、長江文明の重要な遺跡、サムスン大遺跡が発見されている。徳陽市は、四川盆地の西北部に位置する。長江上流の支流の多高流域にある。東北には、綿陽市、東南には、水年市と、潮市、西南には、昭都の西都市。 西には、アバ州が接する。ショートの生徒までは50キロメートル余り、生徒付近の観光の目的地であり中継点である。西北部には旧長山脈の険しい鉱山がそびえ、中部には、平原が広がり、東南部は、丘陵地となっている。亜熱帯気候に属し、四季の区別ははっきりとし、雨量は多く、年光雨量は1000ミリメートル前後に達する。 年平均気温は15.7摂氏16.7度。主要な出身者には五官から三国時代の武将の旗、新朝の文学者の李朝元と、母術の変法を推進した官僚のようエーラがいる。2008年5月19日に発生した四川王自身では、メニオ氏に次いで大きな被害を出した。茂の面ハイテク産業地帯に属し、 ショートの生都市と研究科学都市、メン市に挟まれている。徳陽市は、中国の重機械動力設備製造、林産化学工業の重要な集積地である。重機製造企業のうち主要三大企業は、中国二重、東方電気省東方麒麟気省の三つ。徳陽市の宿市の経済力より、むしろ市域内の研究士である、メンチ重市、交換市の方が、 生産力が高い。名手の県南春は、麺畜市で生産される。特用の名産品には、世界的に著名な民衆絵画の麺畜年賀のほか、特用醤油、肝と消華ピータン、銃、板鴨、ラササゲ鳥、中江がかり麺などがある。西かつく、三県級、市一県を管轄下に置く。ありがとうございます。